開花したところ、ドイツヘルゴラント島にて、野生観覧は、アブラナカアブラナ族の野草。西ヨーロッパの地中海からイギリスにかけて分布し、海岸付近の石灰岩街地を好んで自生する。背の高い二年生植物で、初年度に大きな葉を伸ばし、水分と養分を蓄えながら、ロゼットで越冬する。翌春、蓄えた養分で高さ1から2メートルの花水を伸ばし、 黄色い花を咲かせる。自家不和合成を持ちヘテロ接合性が高く純系となりがたいため、葉の形や大きさ、僧景が著しく変化する。この性質が多様な野菜を生んだ要因と見られている。また、自生地の石灰岩海岸の土壌と異なる。肥沃土壌で栽培すると非常に大きくなる。近縁に、イタリアに自生するブラシカロバートアナ、ジェンゲやビークレットカラムがあり、 品種改良の過程で導入されたものと推測されている。古代よりイベリア人が主に薬草として利用していたと見られ、後にケルト人に伝わり、キャベツをはじめとする様々な野菜の原種となった。以下の野菜類は本種の変種である。カナダモントリオール植物園のアブラナ族コーナー。中央の背の高い植物がケールで本種に近いとされている。山口原子。 野生観覧及び栽培の効果、育種学雑誌第4巻第1号、日本育種学会、1954年8月5日、ネイド1100億181万1253。ありがとうございます。